さあ今回もスタート DJ ポッキーのトークジャム今日はですねもう鹿児島で大人気のライブレストランをご紹介しましょう JJ ーですイイエ今日は3名の方に来ていただきましたそれでは自己紹介どうぞみなさんあやったさあ 二重降臨のれいかですみどりですオーナーの福田りょですあーないちょっとお笑い芸人じゃないったかっこいいライブパフォーマーの皆さんですからなんですけどなんかねあのこんな感じで YouTube でもこんな感じでやってみるそうそうそう自分たちのそのあのーム持ってきましたすみませんじゃあよろしくお願いいたしますよろしくお願いします じゃあこのライブレストラン JJ コーリンがどんな感じかというのはまずはこちらをご覧いただきましょうどうぞイエーとイエーって言ってるまさにドウェインテンション高いよね高いですよ何か前ポッキーさんがドェインおもちゃみたいって言ってたじゃないですかいやもうまさにそんな感じですよねかわいいよねんかゆるキャラですよねゆるキャラね 今日は入りきれなかったんだね。<laughs> そうです。<laughs> この体ですので。いやもう本当に映像でお願いします。はい、もうスペースが全然足りない。まあこんな感じでその食事もできて、はい、もちろん楽しく飲めるんですけども、30分に1回ですかライブは？約30分から40分、うん、あのお客さんの流れでですね、あのやらせてもらってます。リクエストを受けながらですね。でも,でも必ずライブはされる。はい。一、はい、日多い時には5、6回ありますね。はい、ね <laughs> でこのドウェン結構長いですよね、はい、彼とはですねもう20年ぐらいの付き合いになりますね。うん、って言いますのがですね JJ が27年なんですけど、うん、最初はですねここの。 スタジオの近くにですね、やってたんです。その頃からの付き合いですので、もう20年にはなりますね。あそうなんです。え、JJ コリーあの場所じゃないんですか今の場所？あの最初はですね、今 T マックスですかね。はいはい。よかったんですけどね。そこのパテコクエがあるんですけど、あそこの角にあったんですよ。一階にイケアのポンデス R っというのがありましたこれの七階建てのビルのやはり六階にあったんですね。はい。 オープンしたきっかけというのははいこれがですね私以前二十七年ですので二十八年前ぐらいまでケントスというところにバンドリーダーとしてと、えー、オールディーズの有名なスポットですよねはい、はい、そしてまあ,あなんか言ったそうよねあのー、やっぱり前、ね <laughs> この剣頭っていうのが1年更新でですね、うん、あの契約をしてたもんですから、うんはい、で毎年この目標を立てながらやってたんですがまあ、はい、7年もやるとですねある程度また世代交代かななんていうことを私思いまして、うんうん、別に何もない問題はなかったんですがまあうちのにもう次の契約はしないつもりだけどっったら「いいよ」ってって。 いいよっていいよって相当級お給料良かったのは真実。は二人でいますからね。えでオーナーの福田さんはケント氏何をされたんですか。私はキーボードです。キーボード。はい。でりさんが歌うたいですね。シンガーです。はい。レちゃんはもちろんいなかったその時はね。あのオープンケントスがオープンしたのが千九百八十六年で生まれたくらい。 あ、そう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 息子がちっちゃかったもん生まれたばっかりだったそういそう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 ねうそ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 で、そう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 そそうそういうわけで辞めまして何の当てもなかったんですよ次の仕事も何も考えてなかったけどまずはもう世代交代交代で自分もある程度まだ30代後半でしたかねそんな、だって動ける時にね やめといた方が次もやりやすいだろうということで、まずはやめました、先は何も考えてないですし、そうこうしてるうちに、ですね知り合いがあそこ、フィジーにいまして、じゃあ、フィジーにとりあえず行ってみようと、とりあえず、10か月ぐらい行って、それでまあ、何もアイデアは出ませんでした。 フィジに行っても、何やるべきか、スキューバダイブの免許取ったぐらいで、何、スキューバの免許取ったぐらいで、なんかあの地元に馴染んで、お金にならない、そうなんですよ。そうしながら毎カ月言いまして、まあ東京に帰ってニューヨーク行こうと。 ニューヨーヨク、はい、来ましたなぜかというと今まで音楽やってきて、まあ、これから仕事何やるか決めてないのでもしかしたら音楽じゃない仕事をやるかもしれないと、うん、その時にも、ええ、スッキリですね切れたらいいかなと思いまして<ー>ニューヨーク行きました、はい、そしてまあ一応そのライブスポットやらいろんなとこを見てみようと思っていたわけなんですが吹っ切れるためにですね日目に ハーレムのあのアポロのツアーをやってる日本人の方がいらっしゃったんですよそのツアーに参加したんですね<う>そしてまあアポロシアターに行きそのハーレムの有名なレストランで食事をして帰ってきたらその方がですねはい。君は何をしてるんだニューヨークでって言われたんですよええー。何もしてませんまあ <laughs> 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 確かにそうです <laughs> 何もしてないって言ったら <laughs> じゃあ明日から俺を手伝えと手伝えそのツアーをですね あのこの方はですね、ええ、東京の有名なジャズのライブスポットのバランタインっていうところのオーナーだったんですね、元。<ー>で、この方もその音楽で飯をずっと食べさせてもらって、はあはい、恩返しのためにということで、ハーレミに住んで、そういうツアーをしてた方なんですよ。で、その方のお手伝いをしながら、はい、もうニューヨーク中、いろんな隅々に、ね、ついていってですね、もうライブ。

そそしたらその師匠なんですけど、えーえー、トミーって言ってですね、はい、ト,ミトミーさんなトミーとみたって言うんですけどこの方がお前ベンジだから俺についてこいってことですよ <laughs> この様子だったらもうどこ連れていっても問題ないと<ー>だから危険なとこも結構行きましたねブルックリンからいろんなとこ、えーはい、取材もしなきゃならないので、あのーえー、地球の歩き方っていう本を書いてたんですその人は。 でもね、まだこうわーってしましたけどね、もうちょっと毛ありましたね、そのころは。コモドラみたいな感じいそうですね、いえばそうですね、マーケル・ジャクソンのあのちっちゃいころみたいなですああ、そうなんですか、これはニューヨークですか、ニューヨークではですねツアーのアシスタントですね、マイクロバスに30人から50人ぐらい、日本からツアーで来る方たちを、まずはメインはハーレムなんですけれども。 その水曜日にはアポロシアター、うん、そして木曜日がレストランですねシルビアズレストランってこれ有名なんですけどそれで日曜日は教会ですね、はい、に連れて行ったりするツアーのアシスタントで<ー>、えー、手伝いということでお前便利だからということで <laughs> おかげさまでいろんなさっき申し上げましたけどそのいろんな人紹介してもらったんですよそしてアポ,ロにあのアポロシアターに入るときは VIP なんですよ<ー>これはなぜかというと私の師匠が VIP 扱い のの人だったので、はあ、僕は全く関係ないんだけどその師匠がマラビップの張り物があるんですが、うん、これを僕に渡して「うん、はいジョージこれ張れ」って<ー>そうこうして結構行くうちにですねもうガードマンとかいろんな人も,も知り合いになって名物<ー>のおばちゃんがいてですね必ず、まあ、前で踊ってる人とかも皆さん紹介してくれるから<ー>紹介しま <laughs> いにはですね何もいらないもう自然乾かせで<ー>僕も入れるようになる じゃあもうニューヨークにもアポロシアターもあるし住めばよかったじゃないで師匠にそんな言わないお前ここに住んだらどうかとそうだなと仕事もしてないしちょうどいいかなと言われたんですよ家族で家族で来いってその時はりさんは日本やったんですか鹿児島にいたんんです息子ととおばあさずっっ待てたんですか <laughs> いつ帰かい <laughs> いつかるかわからない。<laughs> まあ一年間ぐらい放浪の旅に出るんだろうなと思って。<laughs> でもめちゃくちゃすごい人に出会って聞いたりで、人生ってやっぱ出会いですよね。そうなんですよ。ねえ、それからどうなったんですか。そしてこの富士と三田が東京でやってたというのを先ほど申し上げましたけど、そして帰ってくるまでにこのいろんな長なくてもブラ黒人の、うん。 方たちは演奏もも歌素晴らしいとなぜこういう方を紹介できる場所を作れないかななんてそこでだんだん思い出したんですねそしてまあ帰ってくることになってこの辺で場所を探してたんですよそうしましたらさっき申し上げました今 d m a x になってますがそこにビルの7階建てのビルがありまして6階が開いてたんですねみたいな透明からあそこ開いてるぞ」って言って でも高いだすごくおしゃれなビルでもう高いだろうなっていうのがガラス張りだったんですかう足元から全部ねガラス張りで四角いビルじゃなくて丸いビルで最初からもうそういうライブスポットを作るというのはもう決めていたんですね私が入管から帰ってきてから半年ぐらいでスタートできたかな準備でねう帰ってきた時に「ああよかったよ」といろんな話しますでしょそしたら。 ああいう彼らをね、ルートはもうできてるわけですから、紹介できるようなとこを作りたいよねって言っまあ音楽好きですから、それには賛成なんですが、まあ二人で探してたら、その高いじゃん、聞いてみたら、壺2万って言ってるので、40坪あったんですよ。そうすると8万ですよね。 はい、そこでまた面白いことがあることあ,あった、はい、というのが、ですねそこのビールのオーナーがですね神戸で靴屋さんをやってる方だったんですね。うんはい、そして、何が君はやりたいんだって、ニューヨークが帰ってきて、こういう黒人の音楽を聴ける場所を作りたいと思って、うん、探しているところなんですが、うん、と言ったら、ええ、あ、そうかって、それでニューヨークでですねトミートミタっていう方の,あのアシスタントをしながら、な誰、トミートミー、バランタインのって言うんですよ、ええええ、この方が、はい、オーナーがですね。ええ そうですって言ったら「へえ僕はねあそこのファンなんだよ」<ー> <laughs> そのボランティアの大ファンなんだよって、ええ、そして「うん、君はその方についてずっとやっててそのようなことがしたいということなんだね」うん、配て「はいそうなんですけど、うん、でもこちらなんか綺麗で家賃も高そうなんですよ」<laughs> <laughs> 話になりまして <laughs>、ええ、まあ80万ぐらいだろうなって思っててそしたら、うん、そうこうして。 らだっからうんいやてだこ,こういうこじゃなくても、まあ、30万ぐらいのところがあったらいいなと思って探してるんですけれどって言ったらじゃあ30万でいいよっておお<ー> <laughs> 80万30万 <laughs> 50万円ディスカウント <laughs> すごくないっすかトミーさんとの出会いでこんなことになって、うん、割とこんなことが起こるんですよね、えー、ファンだったからねそのオーナーがそのトミーさんがやってたクラブの ファだ、大ファン。鹿児島でやるその話がね。鹿児島ですって。鹿児島でそれもね。ニューヨーク、東京、鹿児島ってつながってね。そうこうしてていろんなことがそれから起こるわけですけど。へえ。で、JJ コーリンという名前は由来は何んだすか。これはね、意味はないんですただの響きでですね。いいっすもんね、JJ コーリン。名付け親いるんですけど、まあ。 最初からドウェインみたいなそういう黒人シンガーを呼んでという、はい、定期的に変わってましたもんね。これがですね3か月に1遍ずつ変わってました、うんで。ですから最初の思いが結局 本場のものもやっぱり本場の人に歌ったも,もらった方がいいんではないかということでこれをずっと27年間、まあ、一応黒人のボーカルだけ、はい、最終的にはバンドまでって思ってはいたんですけど、うん、なかなかバンドは難ししいでしょう、ねはいえー、そういうことで、はい、まあ今までずっと黒人はつ使ってまいりました、うん、どうでした緑さん最初いやもう私ついていくしかないんで、えー、はいもう何でもやってみればって感じで。 自分もやっぱ音楽が好きなんであでもう最初からじゃあボーカリストとしてその黒人のセンガーと一緒にやったんですか、ね、最初はあのケントスの流れの、うんえー、メンバーもいたりして、うん、立ち上げの時はね。最初のうちはね、うんうん、でも方向はブラックだったからねそれにはですねケントスっていうのは白人の曲しかやっちゃいけなかったんですよ。で ロックンロールのね、うん、オールディーズとかね。で、後輩も残したまま僕ら二人離れましたので、はい、同じエリアというか、まあ、電車同流挟んでなんですけれど、うんあのー、やはり同じ、僕らもやろうと思えば、その、うん、ケントスの曲はできるわけなんですけれど、うん、ここは色を変えた方が、彼らにもやっぱり共存できるし、うん、仲良くね、うん、捨てて出てきたんじゃないんだと。うん いうことでね、成り立つんじゃないかということでブラックにしたんです。私の店はです。そこはもうあいこっちはブラック。ああ、なるほど。はい。ちょっとトミーさんも来たんですか、JJ に。トミーはですね、日本には来れなかったんですけれど、ああ、じゃあずっとニューヨーク。ニューヨーク。そうなんですね。やぶんあのやり取りはされてしてて、はい。私は年に二回ほどニューヨークには行ってたんですよ。顔出しにですね。リウカさんはいつから？私はえっと。 丸多分今14年ぐらいですね働いたが10年前はいきっかけは何だったんですか？また笑っちゃうけどナンパですマスターからナンパされましたあのバーバーにいてで遠目の先から君いい子なんじゃないって言われてこんな調子ですってなるけどまあ近寄って行ってで名刺渡されてマスターこれまあ見た目じゃないですかでも いた,だいた名刺がたまたま漢字しか載ってないような名刺とかどういうこと <laughs> みたいになってギャップがそう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 ,そうお店とかも全然知らなくてまだ20代初めぐらいだったんで全然知らなくてで、そっからなんか。 フェードインしていった感じです <laughs>。気づいたら14年、はい。<laughs> オーラ半端ないもんね。<laughs> <laughs> めちゃくちゃね。ですか。もうすぐわかる。悪い子ちゃん悪い。<laughs> <laughs> うん。そうなんですよ。悪いことできないでしょだからええ。歌が上手いのは分かってたんですか。<laughs> ええと歌う歌うは歌う歌うのは知らなかったです知らなかった歌ってなかったです歌ってカラオケ程度で普通のナンパですか違う違う違うフィーリングでですねこのこの子はもしかしたらやはりこのずう音楽やってますとですねリーダーしてたりして何人もあの歌い手の女性の方も男性も見てきたんですがやはり 続かない原因がそこには一つあったりするんですよ<ー>でそれを感じる習性がついてしまったのか、はい、フィーリングでおいけるんじゃないかと思って でちょっと手伝ってみない<ー>みたいな感じになったんです。J.J. コーリンのスタッフを探されていてみたいですで。あの子だったら絶対うまくいくんじゃないかと思って感じたわけですね。<laughs> さすがです。いいよ。目に受だったかもしれません。J.J.、えー、この顔ですよ <laughs> もう。これからもなってもらわないといけないんですよ。基本的 なんかみんなちょっと頭おかしいっていうか、<laughs> <laughs> なんともわからないお店に働くって決めるし、<laughs> それを受け入れるし、<laughs> ニューヨークに気づいたらいるのに全然大丈夫だし。ね。<laughs> レカちゃんが来た所にいつあの朝店に来た所にいつもね、そうそうそう覚えてる覚えてる。そうそうそう。あも覚えて、赤いドレス着てて、であの緑さんレカちゃんみたいなこんにちはみたいな、ね。<laughs> ねえまあだけど J ・ J ・コーリアン僕ももうねもう二十何年お付き合いいたなってます私もやっぱその黒人センガーの歌もいいんですけどやっぱみどりさんがメインボーカルとかで歌われるとまたほっとするというかまた盛り上がるというかよくこうねいい構成でしたよね本当にですね玲香ちゃんもそうですねさんが入ってきてまた華やかなステージでちょっと幅が出ますよねできたたかっのが いろんな有名アーティストが JJ 降臨でライブやってるっていうそうですねまず最初の頃そのこのエリアでやってる頃にですねえっと CNN のキャスターでなめないルさんルさんんですけどこれ黒人なんですよ初めての CNN の CNN のキャスターというルさんと知り合ってですね その彼の紹介でまた黒人シンガーを入れたりしている中に、そしたらチャカカンの舞台監督が来たんです。チャカカン！はい。この丸さんと友達だったんですね。それでチャカカン舞台監督が来まして、はい。あの丸から聞いてきたよと。丸さんはどっか東京方面に行って電話あったよ今監督が行くから来ました。で、あ、明日 着火感あるんだよって来ないかっていうことになりまして、あんならいきますなんて言ってですね、それで彼女もさ誘って君は C T もレコード持って来てたね。着火の時に。鹿児島にツアーできたんですか。着火感が来たんです。えどこに？えっと文化センター。今の宝山ホール。はい。そしてまあ行くことになりまして、そしたら終わった後にその舞台監督がまあ舞台に降りましたね。そして向こうから僕ら 階席にいたんで急きょだったのでそこしか撮れなくてそしたら「来い」って言うわけですよ。舞台から呼ばれてそれで行ったら控室に連れて行かれてそしたら行くとそこに目の前にバーンと着火缶が座ってたのそこはもう君の感じを伝えてしまう。いやもう言葉が出なくてあの、涙しか出ないんですよね。 あの学生の頃にあに買ってたあのアルバムを2枚持って行ってチャカカンの曲もあのバンドでカバーしてやってたりしてたんだけど <えー S 1> それ持って行って <えー S 1> でサインしてもらったんですけどもう涙言葉じゃなくてもう涙がどんどんんれてん <laughs> その時の写真が今出てると思いますけどあすごいですねチャカカンやっぱり僕も感動でですねでいろいろ話してるうちにその舞台監督が「彼は?」 店をやってんだよということを着々に言ったら、えー、行くって言い出したんでまさか JJ に来たそう来ましたはあ<ー>そして私がその迎えに行ってですね、うん、今でいう昔は東京ホテルっていうあの髪の毛にあったあそこに泊まってたんですね、えー、迎えに行きましてそしたらエレベーターからブランデグラスを持って降りてきました <laughs> それでタクシーに乗ってですね30分ぐらい。 僕は前に乗りながら後ろにコーラスの女性の方と本人が乗って30分間ずっと歌ってるんですよ。はい。すごいね。そしたら運転さんはこのこと何ですか？何ですかってチャカ感。ちょっと分からなさそう。分からもう今ですと iPhone とかいろいろありますでしょ。うその頃はなくて録音できてたら。 僕は世界一好きなバラードが「t h r u ー t h e イ f i r e ということでこれを超えるラブソングまで出会ってないんですよ常に僕は番組でラジオ番組で書けますあそうですかやっぱり社会いいですもんねいいですね他はどんな方が来たんですかソソウウルルかねこれがまた リアルタイムでブレイクしてる時に来たんですよ。はすごい。でスコッティうかテッションの CM ソングでちょうど流れてる時だった。これは流れはどういう流れで来たのかなとにかく来たよね。私が何でか説明するとライブに行ってそしたらその時のシンガーも一緒に行って一緒に行ってそしたら席からシンガーが舞台に話しかけたらしくて。 また声通るからあの人たちって会話してでその流れで来ることになったってそして何曲か歌ってもらったのに「茶ャカなんかはですねちょっと戻りましたけれど結構歌ったよねブルースから「レッド・ツェッペリン」なんかの曲も歌って。歌が大 好きなんでしょうねでしょうね本当にはい。僕もスターダースレビューの根本絡めさんとカラオケに行くとずっと歌ってますもんねああですかはいそうなんです分かる気がします分かる気がします佐藤筑前とかもずっと歌ってますもんああそうですかやはりめっちゃ歌いますよあそうなんですねマスターあるんだよなにシャカカとチークダンスも踊ってるいやあの日はね平日だったんですよ水曜日か木曜日か忘れましたけどそして 今みたい SNS もない、うん、時代に、はあ、そして僕はその店に連れてきたらもう店はいっぱい100人以上いっぱいなぜなぜ来るって知らないのに行くんじゃないかなって思っ,て、うん、思った方がいらして「チャガカンは JJ だ」っていうねまあそのほかも日本でも有名なアーティストとかも来てますもんね。来てますね。 今まで現在もねおきりさんがやっぱりねご紹介してだいたいやいやもありましたけどだからあのスペースは本当にそうやってまあライブもできますけどもアーティストにとっては打ち上げ場所には最高なんですよねみんな音楽好きだからで楽器もあったりすればですだからちょっとプレーョようかってことできるしてだからミュージシャンはみんな喜んで帰りますもんね。 みんな演奏するそうねうん、したくなんのよあの場所って僕もすぐステージに登って喋りたくなるもんそういう空気があるんです踊るし、歌うし、演奏するしもう上げるきりがないけどねこの間淳さンのバンドも2で出てくる EXILE のねこの時ももう何も言わずと演奏始めたしねうーん もうライブアートなのに歌うんですよねそうなんですん <laughs> え、してきたんでしょみたいな感じで,ここでずっとやるじゃんって思うもねずっとやるいやー面白かったな歴史話、まあ、これからもヒストリーは作っていかなきゃいけないんですが、はいですね、なんかこれからじゃあ JJ はこう変わるとかこうしたいとかあるんですかはい これでですね、うん、まずは私27年やってもねそこそこ年齢もいってきて世代交代も,もうだいぶ前から考えてたんですよ、はい、そうしてるうちにまあカさんも14年いるで、うん、息子ももう30過ぎたということでですね、はいうん、えっと去年でしたけど株式会社 JJ プランニングっていうのを作りまして、はい、やがてはこれに統合していく方向でですね、うん、JJ も一まとめてまた私はどういう仕事するか分かりませんけど まあ顔は出していると思うんですけど店にはですねそんなことをやりながらまたしばらくつがっていないそのニューヨークの連絡はしてるんです今世代が向こうも変わってるんですというのがですねこのトミー富田さんが2年前かな亡くなったんですよそれでまだ行けてないんですねちょっと事情ありますねそれで行けてないので来年まあ1月2月ぐらいには行ったりしてまたコネクションコネクション取って。 ネット投げをつけてまた本物のゲスト、はい、名はなくても、はい、そのアポロでの優勝者って言ったらとんでもなくうまいんですよ。いや,いやいやすごいですよ。はい、そのようなことをね築、えー、き上げてみたいと思ってます。えー、来年からはですねすねごいなあと つながりというか絆というかもうすごいタイミングがいちいちいいもんねタイミングいいかもしれないね自分で言うのもおかしいけれど素晴らしいですこれを目標にですね行かなきゃいけませんはいで世代はこの若者たちに交代しながら私はそういうつなぎをですね作りながら送ってそしてまた次のもう一度 最初の頃のように、また有名タレントが来たり、いろんなこと呼べたり。で、皆さんに楽しんでいただけるようなシステムを作りたいと思います。あのスタイルにしたいということではい、はいそうなんです。楽しみですね。ね今も準備中だね。うん、はい、水田さん、いかがですか？はい、もう我々ももうだいぶ長くやってきたんで、<laughs> <laughs> いやまそうですね。ず <laughs>、ね、っと走り続けてきたんで、うん、まあ、こんな。 ちょっと次の世代に頑張ってもらって後退しながらですね。ということでれいがさん、かなり期待されてます。期待されちゃってもうどうしようって感じですけど、今のところはあの YouTube チャンネルジェジェコリの YouTube チャンネルで毎週金土ライブストリーミングやってるんですよ。生配信をライブストリーミング YouTube ややあの独特の挨拶から始まるやつ。そうそう。さっきのちょっと。ああなるほど。それであの。 アーカイブは基本残してないんで、うん、今あのチャンネルに飛ばれてもあの謎の外国人にやたら鹿児島弁を押し付けるっていう動画しか載ってないんですけど <laughs> 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 なんですけど今のところアーカイブなしで近度9時半から1回目のステージをやってる感じなんですけど、はい、でやっぱり来てくださるお客様たちが JJ、うん、に来てよかったってやっぱ、うん、すごいおっしゃっていただいて、はい、マスターが、ねうん、よく言うのがやっぱ楽しかったって言っていただけるのが一番ありがたいっていう話、うんええ、で。 やっぱ楽しかったって、まあ、時には疲れたって言って帰る人もいましたけど <laughs> 踊りすぎこんなじゃなかっしゃるんですけど <laughs> でもやっぱこうご、まあ、時世もあるけど基本的にやっぱストレスを抱えてらっしゃる方がやっぱりそれをストレスを忘れて JJ に置いて帰っていただいてっていうふうに今後もこういうエンターテインメントをずっと発信し続けたいなってこうどんな形になるかわからないんですけどやっぱこの。 二人がやってきたことがすごいので私が引き付けるとは思ってないんですけれどやっぱ何かこうお客様たちに還元できるこのエンターテインメントできたらなとは思ってますそうですよねやっぱりストレス解消っていうのは僕やっぱ生歌がいいなってすごくやっぱり盛り上がるし伝わるしなんかねいい空間になりますよねまたお客さんに歌ってもらう機会はないんですが。 イベントとしてですね、あの、やってはいるんですよ。また、しばらくここ2年、2,3年止まっているイベントがあるんですが。この生バンドで歌いませんかとかですね。はい、そういうのを立ち上げたり。また、今計画中なんですけど。はい。あと、あの、結婚式の二次会とかね。最高ですよね。結構ありますね。なんか。 語弊があるかもしれない。リピート率が80%というか、同じ人じゃないんですけど、中から中からそう、同じ人が2回たることまたねあるの。あるある。同じ人がうちで2回結婚式に次会やられた。あ、なるほどね。そういうことね。ありがたいよね。ありがたいですね。本当に。誕生日とかでもいい。あ、そうですね。 なんかとにかくは、あのね、三人 M. C. がいますからね。本当いろいろ盛り上がりますよね。あれは M. C. に数えますかね。いや、玲子ちゃんの M. C. ね。いいな。全員のも面白いよね。全員が。全員の M. C.。はい。いや、もう、あい。あの、使うかどうかあれですけど、この間お客さんに教えられて。女性のお客さんに、おばさん、おばさんって言っちゃっておい。そう、そう、そう。だめ。 ダメだよって言ったら、これババって言っしゃっう。もっとダメだからって。ねちゃんとかね。だから、そう。だかお姉さんって言うんだよって言って。姉ちゃん、って。まあそのまだからそういうハプニングもありながら。誰か教えるんだよお客さんが教えるんですよ。そう、お客さんがいろんなこと教える。女直だからね。そう。名前がおばちゃんと思った。もうやめてって言うからね。 ながらね。ということでじゃあちょっと場所の説明をお願いします。ということでちいいの場所は重昇言ってもわ分かりにくいですね第二ミキビルの6階なんですけれどこの6階建てのもう6階全一フロア全部うちなんですけれど何の前って言ったかな焼肉の横で。あそう貝汁の山椒の七年前の大きなビルですね1階が寿司栓が入っているビルです。 2回回、ねね、<laughs> そう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 です。ということではよかったでしょうか、はい、じゃあもうすぐ30周年も迎えるという、はい、そうなんですよあと23年でですね,ね30周年またちょっと、ねうん、それまでにさっきの。えー まあ構想的考えていることが実現できたら、いい形になるんじゃないでしょうか。いできますよ。思ってますけど。持ってるもんが違いますもん。タイミングやらいる。どうしました、みどりさん。何、どうした。七月のライブがあるよね。ライブ、今度。いいですかはい。さあ、変わってはライブインフォメーションです。え。実は七月の二十三日。ええと、ボーイ。ってバンドありますよね。はい。 ボーイ、もう解散ボーイね。はい。はい。京介さん、はい小手智也さんの高橋さんが、ほ七月二十三日に JJ コーリーに来て、イベントがもう決まっております。そしてたまたまその日はですね、小手さんも鹿児島でライブがあるらしいんですよ。 どうなるのかなどうなるのかな何もないかもしれませんけど<ー> <laughs> なんか同じ鹿児島にいるという,そう鹿児島にボーイが2人来るっていう <laughs> <ー>まあ今んところ決まっててなのはそれなんですが、えー、その前後いろいろハワイアンからいろいろオールデイズから、うん、そのちょっとフュージョン系のバンドアコースティックのバンドこれらを6月ぐらいからいろいろい組んでやっ,っやっていこうという中でもう7月はこの「うん 高橋さんが決定してるというでまあこれから、はい、じゃあどんどんまたそういうイベント、はい、ライブ企画もしていただいてねもうとにかく皆さん最高に楽しい場所ですのでねでライブレストラン JJ コーリングぜひ応援いただきたいなと思いますね。 というわけで今日のスペシャルゲストはですねジェジェンコーディンからオーナーの福田さんそしてみずよろしくお願いしますせいさんでしたいえ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 いありがとうございましたーありがとうございましあたたたたたた